丸型クワガタ属は、昆虫綱、甲虫目、クワガタムシ科に属する分類群。すべての種が絶滅危惧種とされ、南アフリカ、西ケープ州の産地で極限的に分布する希少なクワガタムシである。体長は15ミリメートルから35ミリメートルほどの中小型クワガタムシである。全胸部と全肢は半円状で、 スカラベのような丸っこい体型を持つ。頭部は極端に小さく、中足と後ろ足の元節は、距離が近いなど、一般のクワガタムシと大きく異なる。プリモス丸型クワガタ以外では、ほとんどの種は、黒一色で、オスの前形節と短いオアゴは、メスより発達し、それぞれ重要な動艇形質となる。代わりに種ごとの外見的異の少ないメスの動艇は、 難しい。オスの交尾器は左右対称な種類と非対称な種類とがあり、族内の類縁関係を伺かがわせる同定形質となる。飛翔能力を失っていることも大きな特徴で、一部の標本から小さく退化した講子の存在が確認できる。移動能力の小さい他の陸上生物と同様、 一般的に生息地の距離が近い種類同士ほど近縁であると考えられている。分布は南アフリカに限られ、標高の高い限られた地域にしか生息しないため、保護生物に登録、一切の採集、国外流出を禁止。2000年9月には、本族べてが輸入の際は、保護を行う原産国の輸入許可証が必要となる。 ワシントン条約三類付属書3に指定された。本属の種はすべて絶滅危惧種とされ、保全状況評価は以下となる、生息環境はテーブルマウンテンの頂上部で、互いに断崖で隔てられた、高山植物と岩石に満たされるごく限られた地域のため、他のクワガタムシの生態とは大きく異なる。幼虫は土色。 三から四年をかけて成虫になると推測される。成虫は徘徊性、朝と夕方に活動すると記載されるが、登山者の目撃情報によって、日中で見かけることもある一方、夜行性と推測する学者もいる。植生は不明、実験から原産地の植物を含めていろんなものを与えても、取らないことがある。目撃情報から、成虫の発生期は、 遅よの11月から1月、寿命はおよそ2月以下と思われる。前述の通り採集が禁止されていることもあり、詳しい生態は明らかになっていない。本属は、南米に分布する、チリクワガタ属やオーストラリアに分布する、胸コブクワガタ属等と、小さい頭部などの外見的共通点を持つ。遺伝子解析の結果は、本属が、 チリクワガタ族やムナコブクワガタ族と単系統群を構成し、ゴンドワナ大陸起源の祖先を持つことを示唆している。この単系統の中において、マルガタクワガタ族は最も初期に分化し、残りの分類の姉妹群とされ、そしてアフリカ大陸に分布する唯一の族である。他の族は、オーストラリア大陸と南米大陸に分布し、ユーラシア大陸には分布しない。 ジェイコブス、ショルツ・イストランフルにより三新種が記載され、C ー・イーストマニーの亜種であった、C ー・イーストマニー長いが、独立主昇格の処置が行われたため、本属は17種1亜種から、以下の21種となる。スイターラ2013の遺伝子分析により、当時は17種の内実験使用可能な12種の分岐順序が明らかとなっている。 この分岐図の順番でプリモス丸型クワガタから丸型クワガタまで、オスの交尾器は左右非対称、ヒューストン丸型クワガタ以下の種はほぼ左右対称の形となる。月間虫、増刊号、第二号、南アフリカの自然とコロフォン族の生態。ありがとうございます。